皆さんこんばんは。また包丁で遊びようや。こんばんは。なんでコロコロしよっと、なんで転がしよっと、なんで、何もしろない、なんでも危ないった。いや危なくないこれ。ヒレンとかそういうレベルじゃない。違う違う、そうじゃなくて打ったら痛いやん、それ痛いん開封、うん、開封、あ、本日は開封動画です。勝ってないね、またね。いただき物でございます。全然綺麗や、綺麗よなんでそれでわざわざこうしながらピシッチコに当たっても綺麗。嘘や、痛っちなるやろ。で痛いかな、スピードがあったら切れるかもしれない。そう、今年の夏はその包丁で背中かいてみたわけだけどね。あれめっちゃ効くもんね。いや、それバットがつくね。バットがつく？つく、絶対つく。マジで、うん、でもあれ衝撃的よ、しびれるしね、めちゃくちゃ。お今回のお菓子がうまい棒がすごいね、これ。何味見たことないか。子供がめっちゃ喜ぶ。エビマヨだって。すごい。すごいね。うん。そんな大量入っとったら子供喜ぶね。うん。ほら、まだ。ほら。プレミアムよ、こっちは。プレミアム。それ名前なの？プレミアム。モッツァレラチーズ&カマンベール。へぇ。そっち食べてみたらっけ。食べたことないじゃない？うん。あれ？うん。昨日のインドの人のカレーでちょっと胃がやられとっちゃやられたじゃ、あ、これいいかなって。ああ、開けて大丈夫。これなんかな、ではよくやってみて。虹色、虹色、うん、やんね。大きい。何が虹色？大きい。ちょ、メスが入ってるよ、大きめの。メス？色は出した方がいいよね。うん、出した方がいい。取り出せませんでした。公職済みやったかな。うん。虹の大きいのってあんま見らんもんね。ああ、かっこいいよね、虹の大きいの。自分でやってないけどさ。あ、いかん、俺挟まれるかも。これ挟まれてもあんまり、メスは痛いかもしれんけど、あの、あっちの方が痛いよね、フックの方が。あ、本当は痛い。指に乗せても失敗したと思うと。強いもんね。違う、剥がすとかじゃなくて、うん、グイチくるやろ。グイチくる。大きいね、これ。大きい。いや、かっこいいね、大きいやつか。ES 67ミリやったかな。まあ、そう。うん。どう測りにくいよね、しかし。閉じた状態がいいとかな。どんな状態？分からんかね。分からん、俺もこれは。閉じた状態は多分長いと思うけど。58ぐらいありそうだけどね。あ、そう。うん。よく分からんけど。うん、60ぐらいあるかも。マジで？めっちゃ大きいやん。うん。前の手で攻撃しようとしよう。これは多分挟まれてもいい。このサイズになると痛いとかな、ちょっと挟まれてみて。うん、分かった。この先っちょ痛そうじゃない？痛くない、多分。いって。あ、ここは、うん、大丈夫、ね、大丈夫、大丈夫。痛くないやろ。あ、痛くない、痛くない。そうやろ、全然痛くない。頭幅がないけんさ、この。うんうんうん、うん。頭幅がないと、トルクが出ないよね。へぇ。頭の幅があると、いや、頭の幅があるほどやっぱ強いよね。指でやっだけ手で攻撃しようですか。うん、そうそう、手で前の手に触られると痛いよ、うん、いやもうこれだって取りたくないもん、うんうん、じゃあちょっとこれでいってみて。いや絶対無理、絶対無理。どっから出してきた、マジで。そこにおったそこにおったじゃない。今日送ろうかなって思ったけどああ、いやいや、これな、ノーマル辛いなとかな、うん、分からん。俺はもう全然詳しくないもんね。ちょっと調べてみようかね。なんかちょっと若干、うん、若干なんか、若干何？赤っぽい気がするけど、でも全然あれやとかな。大きいの狙いたいね、色じゃなくて俺の。うん、マットで何が言って言った？
材でいこうかなと思うと。あ、そう、材これ。いや、これは材じゃない。あ、そう。うん。よく聞いてした方がいいよ。うん、もうここまで出とるけどね。まあでもお前、三日坊ちゃうけどね、基本。そう？そんなことないけどね。夢中垂れてやっと走り出す感じやもんね。3日経ったら止まるもんね。いやいや、3日じゃ止まらない。むしろパーン。いやいや、物によるよ。することによる。やっぱ好きなことは。そんなこと言うなっちゅうろ。好きじゃなくてもせろ。世の中そんな甘くないぞ。これ、おきげかっこいいよ。ん？おきげかっこいい。うん、かっこはいいよ。うん。よし。標本にしたいな。こんなんのがいっぱい入っとる標本箱ち、きれいやんね。かっこいいし。ああね。うん。オッケーじゃないけど今日はいつもやったらバクバク食べるけど、そう、なんで今日乗り気じゃないと。インドカレーがまだそう言ったね、本編で言ったの。しかも普通の方食べちゃう。うん、普通の方よ。プレミアムじゃなくて、うん、普通の方ってもう食ったことあっちゃうの初めてこれ。うん、エビ？エビ前ミランで食べて当てていったと、うん、知らんやった。テイスティングしよっちゃこれも、うん、これあ、そう、何味か分からずに食べて当てにいったと、うん、あ、そう、じゃあ結構ちゃんと作ったやつだね、やっぱうまいと、うん、うんうんうんうまい。うん、これも見えとったけど、うん、うん、うまい。チーズ味だね。うん、高級なうまい棒。これ子供に食べさせます。ありがとうございました。はい、すいません、いつもありがとうございます。あ、うん、コンビニ行くと、うん、コンビニ行く、今から。あの、じゃあね、うん、あの、おにぎり1個買ってきて。塩でいいよ。塩でいい。1個で。うまい棒食いながら、安いものを。もう胃がもやっとするけど。ここで来て分かった、はい、おにぎりでいいとね、うん、あと何もいらんなんでお前取りよってもう行け、はい、おにぎりでいいとかもう